今すぐ真似したくなっちゃう。ボロボロな小ネタ集。動物大好き編小ネタ1。パンプキンランチャーが復活したんでロケ団乗りがまたできるようになった。だけど結局落下事故起こしちゃうんだよね。そこで試してほしいのがこの小ネタ。動物にガイドした状態のままでもロケランに乗ることができて、高所から落ちても落下ダメを動物が肩代わりしてくれるのよ。狼さんありがとう。小ネタ2。ハウラークローの4連コンボは隙だらけで反撃されやすいからめちゃくちゃリスキーだけど、狼はイノシシに乗った状態でスラッシュ攻撃をするとコンボではなくなってシンプルな横投げ切りに変化する。こいつは隙も硬直もない素早い連続攻撃なんで、クロー好きの人はぜひお楽しみ。小ネタ3。最後はみんな大好きニワトリデク。マップ各地のこの気球ってトランポリンギミックになっていて、ニワトリを持ったままこいつに乗るとめちゃくちゃ空高く舞うことが可能。あとニワトリを持ったまま車に跳ねられるとめちゃくちゃフライヤー。